蒜山三座のふもとに広がる高原で夏の風物詩が見頃を迎えました。蒜山ジャージーランドのひまわりが満開です。5日には蒜山を訪れた観光客が写真を撮ったり、ひまわりの間に作られた道を散歩したりして楽しんでいました。蒜山ジャージーランドでは毎年ひまわりを育てていて、今年はおよそ8万本。去年より10日ほど遅い開花です。ひまわり畑の向こう側にはジャージー牛がのんびりと草をはんでいて、蒜山ならではの夏の風景が広がっています。見頃は今月中旬までということ。